はい、ローガン選手コロナ後です。それではですね、実況プレイやっていきたいと思います。今回から機動戦士ガンダム戦士ロストワークロニクルスっていうのかな、ガンダム戦機こちらもやっていきたいと思います。ステージ1実験部隊やっていきます。ノーマルステージ空中地上ですね。空中と地上戦と。ガンダム戦機ってプレイステーション3かなんかでしたっけ、やった記憶があります。でもね、最後まで解かなかった気がするな。途中で挫折した記憶がある。一方、しかしそこで毎回恐縮でございますが、ストーリーはポン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 飛ばしていきたいと思います。お、光栄、少々マットヒーリー、はい、ということで飛ばしていきます。それでは他の部それとノエル・アンダーソン彼女の第三正体、はい、このオペレーター女性人気あり、ボソッと行ってみた。実験部隊、ストーリー覚えてないな。で、ダウンロードコンテンツが手に入りましたので、そこの機体でやっていきたいと思います。後で軽くご紹介します。これガンタンク使うのかな。ガンタンク使いたくないな。これ相手もすごい戦力だね。あ、これではないのか。ゼランアタック2機にザク J 型かな、とリフト。マゼランアタックやられちゃったね。すごい至近距離じゃん。なんでこれ海岸から侵入できたの、この地球で。あ、海入った。そういうこと、すごいね。海と思ったら湖ですか。なんかいきなり始まりそうな予感。ガウンタンクの射程内まで交代をかけず敵を誘導し叩くぞ。なるほど。これで始まるのか。ガンタンクで敵誘導を撃破できるか。これ攻撃できないんじゃないか。ああ、もうこういうパターンか。だこっちが先に肉上がって、とどめをガンタンクっていうパターンですね。てか攻撃できるんだね、お互いね。当たらないし。多分これあれですね、見た目は両方とも水没してるように見えるけど、まあ上半身ぐらい出てるんだ。ナイス。ウーはヒートロッド使えないと思う。多分倒さない。グーで倒さなきゃいけないんですよ。めんどくさいなこれ。よし、ガンタンクの射程。お、いい攻撃力。これ湖入ってる、水没関係ないのかな。ガンタンク射程距離あるね。これ倒しちゃいけないんで、多分避けるパターン。
これあの共同で倒してると思うんですけど、ガンタンクが倒したことになると思うんですよ。フィニッシュガンタンクだから。よかった、思ったよりか簡単だった。オッケー、外すか、ダメか、オッケーとか言っちゃったよ、恥ずかしい。あ、オッケー、よかった。周囲に敵兵なし、オッケー、よし、上敵。絶対このジム動かなくなるよ、水入りすぎて。基本的にモビルスーツ水中戦ダメだと思うんですよね。まあ、ガンダムはやってたか、グアブロとテレビ版とかで。なんか陸戦ジムっていうか、このジムでやるのか。ガンタンクなくなっちゃったね。ああ、土台に乗ってるグフが。マゼラントップ？なるほど。グフだらけだね。戦力的には大したことない。で、相手はどうも。ジオン。これなんとかベースだっけ。はい、でですね、見ていただきたいと思うんですが、こちら、ガンダムバルバトスルプスっていうのツインメイス、これなんか戦う武器がちょっと狭い気がする。はい、手に入りました。あとはですね、こちらじゃん、シャア専用時オリジン版です。かっこいい。まあ、これ以外にも、ガンタンク初期型入れましょうか。ガンタンク初期型、こちらとですね、フェニックス01みたいな、そういうやつが手に入ってますね。バルバトスはずっと多分使っていくから、どうなんだろう。アムロでちょっとやってみるけど、キャラクターがいるのかな。はい、いきまーす。マットはどうも芸が出るか。エクセン型ジム。マットはドブか。さあ、ガンタンク、ガンタンクでいきますか。こっちは落とせるはず、余裕だった。モーション見ましょうか。モーション、お、いいね。ちなみにこのガンタンク初期型のプラモデル先日作りました。これ HG でプラモデル出てますけど、よくできてます。このプラモデルおすすめです。
かなり完成度高かった。お、すごい、いきなり上がった。初期型だから、ボロイドかな。避けられる。キャラクターレベルアップ。違うの、死ぬわけにはいかない。ちょっと倒せないね。すごい、これガンタク軍団。ガンタク軍団って非ガンタクじゃないか。OK、ユニットレベルアップ。強襲型ガンタック、これはガンタック。ちょっとすいません、一瞬外します。すいません、ちょっと宅急便が来てまして、いろいろやってました、申し訳ないです。さあ、続きやっていきたいと思います。レベルアップさせたいのでいくぞ。じゃあガルパトスでしたっけ、使っていきたいと思います。アムロ、200ミリワンブ200ミリ砲だって。人が人に罰を与えるなどと。動く音がすごい、なんか8610だったら一撃で倒せないね。テンション上げていきましょう。これで倒せるかな。ソードメイス。ここ
で手間取ってはいられない。一気に攻撃力上がるね。あれレベルは上がんないのか。よし、じゃあ次はドワッチか。ジオン残党モデル。すごい、何この機体。本当にあのトマホーク持ってる。斧持ってます。 67% しか決定率がない。14% か。レベル上がらないか。そしたらここはシャア専用でいきたいんですけど、先にこのブルーディスティル削ってからいこうか。削れないのか、しょうがない。ちょっと移動させます。本当は最初のポジションから移動はさせたくなかったんですけど、しまった、モーション見逃せた。これ倒せないんじゃない？テンション上げてか。上がんないか、テンション。まあいっか、攻撃しますか。キック、ジオリジン版シャザク。丁寧な描写なのかな。あ、倒せない。実際にキックしてるシーンありますよね、確か。なんかあれでしたっけ、サラミスかなんかの甲板かなんか環境かなんか蹴るんでしたっけ。あんまり正確に覚えてないですね。あ、来るのか、めんどくさいよ。あ、こういう風景。倒しちゃう。よし、ユニット上がりました。ヒットポイント多いね。1万6000もあるんだ。攻撃力はまあ300はないで、さすがに。まあこれおそらく確実に一発で倒しちゃうだろうから、そこだけ注意。マットだよ、マットヒール。
方の座にさせるか。ナイス、やるじゃん。ちょ、アムロでガードしといてあげましょう。間違えて攻撃しちゃうと終わっちゃうから、こっちは届かないのか。ヒルドルブがレベル5になると確かなんかいい機体に乗れた、いい機体回復したんで、いい機体っていうか怪しいやつか問いつつか、レベル5っていうかフィフ落とせなかったけど、これはね、とりあえずドワッチを今マスターで育ててるので、これから来ますか。ちょっと支援しておきますか。対空で弾幕薄いよ。こんなところで戦っては痺れる感覚は、これが誰が誰だか分かんないよ、女の子みんなで。よし、ユニットレベル上がりました。ワッチとキャラクターレベルアップ出た。7位、トサのレベル高いですね。196は射撃特化型、もういないのか。あ、もういないじゃん。なんかあるかもしれないから、とりあえず出しておきますか。ナイス、クリティカル。あー、これちょっとあのアニメーション見たかった。まだ落としきれないと。1500円じゃ倒せない。 OK、 まだ続きありそうな感じ。このステージ陸戦型ガンダムゲットポイント溜まってるってことは、俺でゲットしてないってことだ。来た、ザク軍団。悪いが、これで終わりにさせてもらう。ゲットポイントたまんねえな、これどうしよう。もう遅いな。アンノーンだからもう敵の数すごい少ないですね。そっち側か。お、悪海。とりあえずあれですね、クエストポイント使いたいので行きましょうか。クエストポイントじゃないや、経験値ポイント。こっちは行くよ。ここもいい間合いに来たと思ったら、エネルギーチャージが切ることだ。悪界
キル経験値ブーストあれかな、アタックバード使えば、あーまたやってしまった、アタックバードとか自分になっちゃうんだね、これ毎回間違えるわこれ。しかも倒しちゃったよホワイトベースで、まさかの。しかもユニットレベル上がらないか、エネルギーチャージ、スピードを使いたい、いないぞ、とりあえず君を戻そう、あとはバルバトスで全部倒したかな、1600だもんね、へえ、ずいぶん少ないね、一つ手合わせ、レベルアップしないのか、運だけじゃ勝てねえ、雑魚に構ってる、雑魚だって、アームの選手のこと雑魚呼ばれするとか、違うモーション見てみましょうか、殴るやつかな、すげえダセー今のシーン、ドンキでただ殴るだけ、全ての決着をつける、くそ直撃しちゃったのか、よしレベルアップ、レベルアップしそうなのが言ったらその子を譲る、肉戦型ガンダム、これレベルアップしそうですね、倒せないのかーい、そう簡単に、220ミリ滑空砲、滑空砲、滑空砲、私は私の心のままに従って役目を果たす、
毎回この一発目2発って一発も外すと。ザク J 型かと思ったらザク2か。 OK、 少しユニットレベルアップ。かっこいいなこのガンタンク、ほんとプラモ出てほしいわ。2万スコアいかなかった。お、来た。人気がある子来た。ナノスキャン、あー来た、なんかいいの来た。マイターン、HP を自動回復、これいいね。これでヘボイ、ヘボイやつでもどうにかなりそう。アッカーとりあえずかっこいい。そうだね、ガットを全然育成してないじゃん。ガトーでいきますか。よし、でシャアのこのヒルドルブは次がある。あーレベル6か、もう1個上げなきゃいけないのか、分かってなかった。ズダ作った。もうどれがね設計が持ってるのどれが設計持ってないかいまいち分かってないんだよな。ロット、ガンタンク、これもで67戦車だったかな。なるほど、ホバートラックって持ってないな。でもガンタンク初期型さ、これ取っとかないと。ガンタンク初期型ってダウンロードコンテンツだからやばいよね。ジュアックとかアッカ行くか。まあ、こんなもんですかね。はい、ご視聴ありがとうございます。引き続き、このステージやっていきたいと思いますので、よろしければ次回もご視聴いただけたらと思います。